皆さん、こんにちは。ソニータのしほです。はい、というわけで今回ですね、今回はね、夏休みということで、一泊二日の旅行行ってきます。はい、ね、一泊二日。はい。ということで、めっちゃ近いところなのでね、あまり荷物はないんですけど、ないですね。一応ね、そう、パッキングしたので、そうなんです。さっと紹介したいと思います。はい。今年はね、去年は白コロがいなかったんですよね。そうだよね。生まれてもなかった。そう。でね、うん、9月に白コロが生まれたの。そう。だからね、まだ生まれてなかったんだよね。去年はね。去年の1ヶ月後には白コロ生まれてたんだよ。そうそうそう。9月に2人とも、2人っていうか2匹とも生まれてるから。それで今ね、旅行にこれから一応行くので近いとはいえ、うん、白コロはね、ペットホテルの方にさっきね、預けてきたんだよね。なので今白コロがいなくて、あー、白コロに会いたい。しほちゃんはちょっと寂しげな感じですね、うん、でも旅行だから、楽しもうと思います。そうだね。まあでも今回はね、なので一泊二日というちょっと短い旅行、まあ旅行という感じでもないんだけど、とりあえずちょっと一泊泊まろうかっていう感じなので、帰ろうと思えば帰れる距離なんでね。そうなの、めっちゃ近いからね。そうだよ。だけどせっかくの夏休みなので一泊ぐらいはね、うん、ちょっとしようかなということでね。はい。去年はちょっといっぱい出かけちゃったからね、去年のようにはちょっとね行かないけど、白コロいるので、白コロいるからなかなか出かけられなくて、あんまりね、ずっとなんか留守にして、ずっと預けっぱなしもかわいそうだなって思っちゃってね、最近ずっと家でさ。そうだね、やっぱ白コロのなんかしほりみもね大好きだからね、一緒にね出かけてても早く白コロに会いたいとかね言うんだよね。そうだからね、結構お家にこの夏はね、まあでも暑いしね、もう昼間もう暑くて、ちょっとね、外出るだけでね、やばいやつだよね。やばい、やられたね、なのでまあ日焼け止め塗んなきゃ、うん、遊びに行くときはね、まあもちろん遊びに行くんだけども、まあ泊まりで長期間っていうのはちょっと今年はね、あんまり行ってないというかね、行ってありません。まあ来年、来年はね、もうちょっと白衣ももう1歳になって大きくなってるから、ね、もうちょっと白衣も、白コロも一緒にね、連れて行ったりとかもね、できそうだしね、旅行にね。あ、早く白コロ ね。今年はちょっとまだね、白コロまだ一応1歳未満の赤ちゃんでもないのかな、もうそろそろ1歳だからね。うん。だけど今年はちょっとね、まだね、おとなしくしてまーす。あのね、うん、ここにね、白のところに写真を貼りたいなって。そうなの？まあ、それがね、大きなギョロメを、ああ言ってたね、ギョロメってね、ゆこちゃんといえばギョロメじゃん、うん、貼ればよかったのに、大きいギョロメ貼ったらなるんじゃない、大きいギョロメ今なくて、あ、ないのか、めっちゃちっちゃいのがいっぱい、ちっちゃいのいっぱい貼ったら怖いよね。だからさバーってで貼ったら怖いかなと思って、うん、そうなんです、まだ貼れておりません、はい。今度100均行った時にね、そうだね、大きいギョロメ買いましょうね、この辺のこうやって、うん、あんまりでかいのも怖いけどね。いやはい、じゃあ始めてください。もうお話だけで終わっちゃいそうだけど、ね、お話だけでもう5分ぐらい経ったんじゃない、お話だけで終わっちゃいそうな勢いだね。会見何の会見、この度は申し訳ございませんでした。なんで謝罪会見、この度は申し訳ございません。何の謝罪、何の謝罪してんの、何もやだ。はい、じゃあね、早速中身を紹介していきたいと思います。はい、お願いします。どうしよう、じゃあまず小物からいきます。うわ、ぐちゃぐちゃですね。ほんとぬった人立ててたからさ、ほんとはこれがこうなってて、こうなってて、これがまあ一回出す、どうせ出すんだからいいんじゃない。まずこちら何だと思います？袋にね、まだね、セリアで買ったタグがついてるんですよ。タグついてるじゃん、ちょっと。で、この中にはこちらのね、10秒とか8秒でカールができるやつ、この前の動画出してるんで、皆さんそれ、そちらの動画見てください。あのね、このカールの
ああ、そう、10秒で変わるのできるやつ、ね、最近よく使ってるんですよ。そう、めっちゃよく使ってます。浴衣の時も使ってるし、うん、そう次にヘアバンドですね、うん、こちらプーさんのヘアバンド。あ、よく出てくるやつね。そう、これめっちゃ可愛くて、はいはい次にこちらです。可愛いでしょこれ。このポーチ可愛くない？セリアです。でね、この中のも全部セリアで、酢でね、これがなんだっけ、化粧水、こちらがハトムギ。そうだね、ハトムギのやつ。うん、あの相乗りを思い出しちゃうんだけど、化粧水だ、いる、いたじゃん、ハトムネっていう。あ、ハトムネ、ハトムギかと思った。で、こちらがあのニベアです。上何も入ってない。上が何も入ってません。で、こっちがシャンプー、インリンスとボディーソープかな。ボディーソープかな。はい、あると思うけどね。うん、次にね、こちら愛用しております。さゆちゃんからもらったカービィの鏡でございます。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛いの、これ。ほら、見えます？やばい、カメラ、やばい。うん、じゃあ映さないでくれ。こんにちは。はい、入ってくれ。こちら使ってます。またタグついてるけど、ね、あ、ごめんなさい次にね、あのメイクっていうのかな。まあ、しょもちゃん簡単なメイクしかしないんですけど、ね、そう、アイシャドウしてぐらい、アイシャドウするぐらいだから。リップは？リップしてない。あ、今してないの？アイシャドウするのにリップしてないの？そう、アイシャドウしかしてません。面白い。なのにいっぱい入ってます。あ、そうなんだ。なんか持ってないね。そう、これしか持ってない。これしか持ってないの。そうそう、まだ4年生なのでね。そう、腹筋で買ったアイシャドウをしてます。腹筋だっけ、それ300円だっけ。サンキューマート、あれ、これ、え、それサンキューマートだっけ。違う、まあいいや、まあいいや。大阪府って書いてある。そんなの大阪ないよまあいいや、まあいいや。なに、大阪府って書いてあるよ。100均か、サンキューマートどっちかです。どっちかのアイシャドウを使ってまして、私はこのね、茶色、そう、この茶色を、うん、茶色をよく使ってるね。いっぱい使ってます、うん、で、リップはしてません。最低限のものを持っていく感じ、うん、はい、次、次は、こちらの、あの二重にするアイプチなんですけど、私少しね、目になんか、あ、そうそう、ちょっとできないのができてて、今ちょっとね、今少しで、あのできない状態で。でもアイシャドウ塗ってんでしょ。そう、あ、でも超端っこなので、あんまりね、目にかかるってほどじゃないんですけど、ちょっとアイプチはちょっとこね、液体だからね、ちょっと今やめてんだよね。そう、今やめてて、で、そのね、これが潰れてなくなったらやります。動画で宣言した通り、うん、通りにやります。あ、ほら、TikTok でもね、待ってもよって言ってくれたの。そうなの？ TikTok でも待ってるって？しほちゃんのアイプチ持ってる。え、そうなんだ。お待ちください。お待ちください。あ、早くなくなってほしい。でね、この、あ、違いました。あの、こちらのね、アイプチのやつは、この、ポーチに入ってるんですけど、この中にね、洗顔料、洗顔フォームね。そう、これニベアのね、やつが入ってて、うん、で、こちらが、あの、どこだっけ、朝にかかって買ったんです、うん、こうやってこうするとね、なんか、うん、これが取れるみたいな、うん、こんな感じ。もう分かりません最後に、うん、これが香水これね、どこで買ったっけな、ピクニャンがあるところ。ピクニック、そう、ピクニック、あ、そう、ピクニックでこれとこれ買いました。これが香水で、そうすると匂いがつくんですよ。これを持ってきます、はい、でも半分ぐらい使ってるの、うん、ちょくちょく使ってるの最近。前まで使ってなかったんだけど、うん、夏休みになって使うようになりました匂いが気になるんですかね、そう、気になる。ああ、そうなんだ。
汗かくとね。そう、友達と遊んでる時めっちゃ気になる最近、ね、私最近口の匂いめっちゃ気になるのそれじゃこれじゃ消えないじゃん。そうだから歯磨きとガムと、歯磨きをこまめに、歯磨きとあとガムもよく使ってます。納豆巻き食べた後とかめっちゃ気になるそんな頻繁に納豆巻き食べないよね食べるよ。そうなの、食べてないじゃん。めっちゃ食べる。そりゃ納豆食べたら誰だって口臭いから大丈夫だよはい、次。次に引っ越しです。2個持ってくの1個にしないよ。やだ、2個持ってくの。そうなの。こっちはあの 量が多くて、こっちが毎回これ典型的な荷物が多い人のパターンだよね。余計なものを持ってくっていう。絶対荷物これ。あ、違う違う。こっちがシホでこっちがリミなの。絶対違うよ。リミ自分で持ってかないもん。まあいいや、はい、次。やばい。コメントに書かれる。最近コメント欄がね、解放されたんですよ。なんか多分、もうずっと大丈夫な感じなんですけど、コメント欄にシホちゃん書かれるよ。シホちゃん荷物多すぎって。アンチはやめてね次にね、ウェットティッシュとティッシュのね、あの予備でございます。はい、これもセリアです。備えでございますあのね、これはセリアで買ったんですけど、カバンにね、このもう一セットあって、これが予備でございます。はい、かわいい、シンプル。やばい、また書かれちゃう。歯ブラシ3個なんで歯ブラシ3個おかしくない。これがリミとおさまで、これが私のもう1個でよくない？いい両方持ってくの。これがリミで、これとこれがシホ。シホ2個じゃん1個でよくない？2個なの、ね、絶対これ荷物を無駄に多いパターンじゃん。そうなの、私ね、やばいのだからね、心配性だからね。そうだから私ティッシュもね、予備2個にしてるまあティッシュはいつもだよ。それでね、合わせて4つ持ってってんの私、やばくない？ティッシュはでもいつもだよね。しかもね、このワイトティッシュこんなに分厚いのに2個も持ってってんのどんだけ使うの？ウェットティッシュどんだけ使うのって思っちゃうでしょ。次、反対側いきます。山ができてます。山できてる？山ができてますね。次、逆いきます。はい、回転。映ってる？映ったら。回転。こっちは主に服です。うん、そっちはもうさらっとだね。洋服は別に。これがセリアで買った圧縮袋です。で、こっちが洋服。洋服。ピンクラテだよ、両方とも。そうなんです。これもう去年から着てて、すごいお気に入りなんだよね。ちょっと色がちょっと今もうちょっとだけ薄くなっちゃった。そう、やばいのでも気に入ってるそうです。で、これがパジャマ。パジャマ 上がね、まだ洗濯室。ちょっと今ね、今大至急洗濯してるんだよね。そう、だからすぐに干して入れる、はい、やつです。で、これが下着。それはちょっと見せられない。もう下着見せたらやばいよ。やばいよ、ね、下着見せるとさ、やばいよやばいよ、やばすぎる。いや、やばいよ。はい、チャンネル消されちゃう。いや、やめてはい、じゃあ終わりですか？終わりました。はい、じゃあこれ片さなきゃね。片しちゃったらあれしようか。急いで片します。はい、反対にしますか。あとね、スマホとか、その何、ちょっとしたお財布とか、ティッシュとかは、あのカバンに入れます。はい。私さ、ここのさ、出っ張りが嫌い。ね、でもスーツケースはみんなあるんだよね、そう、これが嫌だ、うん。でもさ、ね、これがないとさ、あの取っ手がないからさ。うん、そうね。はい、完成。今回はですね、私たちどこかに1泊2日の旅行に行くので、旅行とは言えないんですけど、ちょっとね、どこかに行くので、そうそうそう、パッキングをした動画でした。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。